インド先生術ラジオ、インタビュアーのヨコリンです。インド先生術の大家、清水俊介先生にお話を伺ってまいります。そうですね、私も2回ほど、うん、セミナーですか、インターナショナルセミナーにね、ヨコリンさんたちも参加されてましたよね。ちょっと参加させていただいたことがあって、もうあれだけでもダイジェスト版ですけど、まあ、留学のうちには入らないですけど、ちょっと触れさせていただいたっていうことですけど、もうものすごい、面白いっていうのを実感ができましたね。あれですよね、毎年2010年からでしたっけ、2010年から毎年秋から冬にかけて、だいたい10日間から2週間の、最初2週間だったかな、そのインターナショナルコースっていうのをねやってるんですね、バルティ・ヴィヴァーバンではね、僕の行ってた学校では、うん、で世界中からまあインド先生術を学びたいっていう、だけどまあ2年コースには出れないっていう人のためにそういう凝縮集中コース、インテンシブコースっていうのをやってて、でそこにまあヨコリンさんとかね、まあいろいろ何人かの方が何か2回参加されてね、あれはラッキーですね、なんかまだラオ先生もお元気ですし、そう、うん、今ラオ先生はさすがにあれほど授業を持てないと思いますね、今ね、だいぶ学校には今ちょっとね、あまり出られない様子みたいですけど、インターナショナルコースは本当にドリームチームなんですよ、でもう最も人気のある先生が授業をするという形で、もう本当にドリームチームで、まあバルティ・ヴィヴァーバンでは自分で先生選べないんですよね。あ、そうなんですか。そう、クラスがあって、クラスに配属されたらそのクラスにのスケジュールに沿ってですね、教える先生も決まってて、あ、この先生嫌だって言えないんですよね。ああ、担任のように決まってしまう。そうで、結構ね、この科目はこの先生がベストっていうのがあって、それぞれ専門があって、フラシュナならこの先生とかね、ムフルタならこの先生とか、マンデーンはこの先生とかね、あって、だからそれは結構自慢になるんですよね。あ、僕フラシュナはこの先生から習ってるよって、あ、いいなって感じなんですよね。だからあんなにもすごい充実した、どの先生も素晴らしい授業だったんですね。で、インターナショナルコースはその、ベストの先生をそれぞれのベストの科目担当してもらってて、まあ本当にドリームチームですよね。だからあれはもう僕インターナショナルコースができるっていう聞いたとき、あ、これはもう出ないわけにいかないなと。もう僕はもうすべての科目受けてるんですけど、すでに。試験も通ってるんですけども、まあやっぱりそれぞれ得意不得意があるか、あ、この科目この先生からもう一回習いたいなみたいなのあるから。僕の場合割とラッキーで、まあいい先生からいい科目を習ってて、まあ割とね、僕このクラス入ったらいいぞって言われてある先生からね、でそれで自分も選べたんですよね。だその辺の自由度は僕の場合なんか適当にあって、なんか生まれてたんですね。そうそう、普通はね許されないんですよ。なんかあれって感じで、あれって後々気がついたんだけど、ちょっとこれ特別じゃないって感じで、ちょっとありえないよねみたいな感じで、後々気がついてちょっと申し訳なかったなっていう。そこまでなんていうか、ね、好き勝手やらせてもらって、信頼されてたんじゃないですか。まあね、そういうことなんですけど、後々気がついたのはね、あ、そっか、そういうことかって、今でも今はもうないね。だから僕が入った後ロシア人が大量に入ってきたんですよ。そのインターナショナルセミナーに出たロシア人がなんか日本人がいるぞっていうことで、それで次の年から大量に入ってきて、それから問題が始まったんですね。いろいろぐちゃぐちゃぐちゃ。ロシア人はどこでも問題を起こすんで。確かに大変でした、ロシア人の人たちと一緒に勉強するのは。ね、そう。食堂でね、並んでてもね、永遠にたどり着かないという。永遠に日本人は食べれないんですよ。うん、横入りがどんどん。横入りそれって。そう。日本人は生きていけないなと思って。弱いから。あのロシア人の強さはちょっとね、日本人にないから。並ぶっていう文化がない。ないですよね。